金谷藩さんは、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大将。大分県国崎軍高田町出身。医師、金谷立元の次男として生まれる。官用学者文科、正常学校を経て、1894年7月、陸軍主管学校を卒業。同年9月、不評少尉に任官され、日清戦争では、不評第三連隊付けとして出征した。 1901年11月、陸軍大学校を優等で卒業。不評第3連隊中隊長、参謀本部出資、陸大教官を歴任。日露戦争では、第2軍参謀として出征した。陸大教官、ドイツ大使館付部官補佐官、参謀本部員、陸大教官、オーストリア大使館付部官、不評第57連隊長。 参謀本部作戦課長などを歴任。1918年6月、陸軍省将に進級し、市内中東軍司令官、参謀本部第一部長などを経て、1922年8月、陸軍中将に進級。第18師団長、参謀本部次長、陸軍大学校長、朝鮮軍司令官などを歴任。1928年8月、陸軍大将に進み、 軍事参議官、参謀総長を歴任。参謀総長在任中、満州事変が正規し、南次郎陸将とともに、関東軍に事後追任という形で引きずられることとなった。1931年12月、再度、軍事参議官となり、在任中に死去。参謀総長当時、正木仁三郎を受け議していたという。 マサキの台湾軍司令官赴任に極力反対していたものの、軍中堅幹部の働きかけもあり、最後には赴任を認めた。西国東軍士、高宮太平、軍国大兵器、官報第三千四百一号、除任及び、事例百九十四年十月二十七日、官報第三百四十三号、除任及び、事例百二十八年二月二十二日、 漢方第1225号、除任及び、事例1931年1月31日。漢方第1929号、除任及び、事例1933年6月8日。漢方第539号、除任及び、事例1914年5月18日。漢方第744号、除任及び、 事例1915年1月27日、ありがとうございます。